さて、追っ始めるか。おお、見えてきたぞ。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教徒どもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。カツ、あれ邪教徒狩りか。それにあいつら見覚えあんな。このどこかにあいつが。貴様は黒い剣士。貴様ら邪教徒だな。おとなしく縄につけ。ここであいつに巨大な恩を言っとけばコソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざとお答えろ。お前らが借り集めた人間の中に胸に楽園が刻まれた女はいたか。知らんな。その女ならあっちで見かけたぞ。聖地だと悪い冗談だな。吐きだめの間違いだろう。黒い剣士だ。折り囲み動きを封じろ。助けてくれ。お前は魔女とは関係ねえんだ。女なら人へ連れて行かれるのを見たぜ。やりやがる。叩き取ってやる。キャスカはどこだ。胸に烙印のある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。門の鍵をくすねておいたのよ。ここをこうやって。よし、開いた。この先にキャスカが。
また楽園に惹かれてきやがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。石殿、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺も。あったよ。くたばんじゃねえぞ。次から次へとわずけばっか食わせやがって。そう置いとくわけにはいかねえ。してました、黒い剣士殿。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が転戦した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。柄にもないことやるもんじゃないですね。奴ら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。
すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえはのこれ足でまといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといて。臭い、あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。